皆さん、こんばんは。プールでの放尿は絶対許さない男、デンジーです。いや、ところで今日はゴルフ行ってきました。いや、もうさっぱりでね、練習はやってるんですよ。若い頃よりね、本当にすごく練習だけはやってるな。もう本も読んでるしね、いろんな人に聞いてね、まあ、こっちが聞くまでにみんな教えてくれるしね、あれこれ皆さんのいいところを全部取り入れてやろうとしてるんだけどね、もともとそんな器用な男じゃないからさ、うまくできるはずないんだけども、今日はその本番で頑張ろうと思ってやったんだけど、ダメだったな。まあゴルフはね、だから面白いだと思いますよ。ほんの簡単にね、止まってるボール打ってね、パーオンしてね、でパーやバーディー取ったら面白くないと思うね。まあもっともプロはね、もう大変だと思うね、あれ仕事だから。でまあそれともかく、せっかくね遠いところ行って金を出して労力使って行くんだから、スコアは1台でも まとまる方がいいな。でただ残念なのは、なぜあれだけやってんのにスコアがまとまらないか。これはもう一言、不器用そのものだな。といってね、もうやめるわけにいかないんだよ。もうそれしかないからね。だからまた明日からでもね、天気だったらちょっと練習してみようと思います。で今日くたびれちゃった。もう道中も長いしね、でスコア悪いしね、何のいいことなかったけども、まあこうして一言、お話しするだけでもいいかなと思ってね、まあ今日は寝かしてもらいます。まあそれじゃあ、今日撮った動画流していきます。おやすみなさい。この車、高速道路今年初めてやるこれ。びっくりしちゃうから。さすが安定感あるね、ジャガーは。今日の一日の記録こそ。調理3番になるから年取ったらダメよな。なんでもね、なんでもそれ、ほら、いいけね、これ。どうかしてくれるか、これ。雪が温度がね、ぐーっと下がってきてね、雪バグになってんだよ。ほんとか。それじゃないんだから、あれでもいいんだよな。あそこの歩き道が土が高いからな。今からですね、コースもあります。しばらく本コースはやってなかったんでね、寒くてどうなることやら。とにかく今から行きます。そうですか。深いじゃん。ナイスショー。ナイスショー。すごいな。ナイスショー。で、あれでまっすぐ行くんだ。ナイスショー。止まんだね。すごいな。一応方向だけね。
おー、来ショー、おー、来ショー。9番目とじゃないわ、 1番2番か練習の甲斐なくもう10点9点叩いてきました。今3ホールに超フットホールちょっと詰まってるんで待ってます。感じでいいのかな、後ろ姿でいいのかな。ショート317ヤード。これがドライバーショットやつやります。笑い声入ってるじゃん。どこ行った？左目。OB じゃないけど OB じゃないけど左でした。最終ホール、ここはロングじゃないな、ミドルだけどオーナーです。頑張ってるよ。セリフが入るのがいいな。YouTube やから寄っていかなかね。よいしょ、よいしょ。まあみんな内緒って言ってくれるじゃん。もう残り3ホールになりました。でもなかなかうまくいかんな。このショートホール入ります。もうちょっと転がってくれな。もうちょっと球上がっとった、転がしたらいいやな。今から最終ショートホール入ります。ヤピンです。おっ、あらー、ここはいいな、キックして、あかんか、あかんや、やっぱりダメだった。あれもね、ちゃんと取れてるかな。取れてる、取れてる、ちゃんと取れてる。一つも映ってないことないよね。はい、ではここで止めますね。これなくなってしまったね。オービーはお達しか出てないんだけども、とにかく足腰が動かない。足腰が動かないというよりも触れるんやな。そうね、僕は左足がね、動くんで、まいった今日は。いや、後ろから見て、少女さんもあんだ、ちょっとおかしいの違うとか言っとったね。左側がね、止まんないんだよな。あ、それと目の方どう？目は別にもう、まあ、できてる、見えるからね。これ眼鏡かけても眼鏡かけても一緒やもん。あ、そう。じゃあそれは楽なんだよ。あ、前よりは。まあどう？綺麗にそのまあよく見えるとか。なんて言うんだろう、自然の景色の方が一番綺麗に見えるようになったな。あ、そのうちも今家内でやって、まだ今に入ってた、入っとった。あ、でね、入院あれのシーズンなんですよ。付加金があるやろ、だからシーズ費、シーズ費でもらえるわな。1回シーズでね5万くらいで、僕ら20万やろ。20万、おー、それ
でね、うん、あのもんだって20万かかれへんけども、うん、実費を考えてんだよ。実費はね、20万だ。で、保険だとあの1割だったら2万ですよ、ね、だから僕らはそれやねん。で、あと入院が、入院補助、あ、補助はね、やつはね、癌の時やったら1万つくんだけど、それその他だったら5000円。これが2つ。通院はね、僕はあの他の方のやつでね、通院は1日3000円やったかな。それついてるかもからな。調べたから、通院も歩けるんやな。いや、通院やったら何でもいけるやん。で今は保険会社がね、潤ってるわけを逆に言って知れへんから。これな、うん、逆やね、知れへんから困、あの助かってんの保険会社が。あ、そうなの。保険払わんねん。で、保険の切り替えすんのを進めるのはね、うん、もうこすすあのこコロコロコロ変わってもたほうがええわけや。そうやね、あれね、まあ、初めは変わったら嫌がるんやな思ったら、そうじゃないんやな。介護が一つあるとね、家族が出る、みんなバラバラになるね。ああ、中央、我らが中央、中央の名よ光あれ。